こんにちは、榎本美沙です。今日はカツオの漬け丼をご紹介したいと思います。水菜とカツオの漬けをですね、交互にしてご飯にのせるので、水菜もカツオも美味しくたっぷり食べられます。一品で満足できる料理なので、ぜひカツオの旬の時期に作ってみていただけたらと思います。では材料の説明です。こちら水菜、大葉、そしてカツオ、刺身用のものになります。そして漬けダレが醤油、酒、みりん、生姜になります。そしてカツオ節、ご飯になります。では漬けダレに使うみりんと酒ですね、アルコールを飛ばしていきます。耐熱のお皿に入れて、これでラップせずに電子レンジで600ワット40秒程度加熱してください。生姜は皮を剥いてすりおろしておきます。では、醤油に先ほどレンジで加熱した酒とみりん、そしてすりおろした生姜を合わせていきます。これがカツオの漬けダレになります。ではカツオを切っていきます。カツオは少し削ぐように切ります。はい、では切ったカツオに漬けダレを入れていきます。これでちょっと上下を返すようにしていきます。こちらで乾いてしまわないようにラップをして、冷蔵庫で10分程度漬けていきます。では水菜を切っていきます。水菜は3センチ程度の大きさに切っていきます。次に大葉を切っていきます。大葉は千切りにしていきます。くるくると巻いて切ると切りやすいです。はい、では盛り付けていきます。まずご飯を入れた丼に水菜を盛り付けます。今回はちょっともりっと盛っていきたいと思います。水菜に今回カツオなのでカツオ節をかけます。はい、そしてカツオのお刺身をのせていきます。そして今回はさらにカツオの上に水菜もいきます。そしてもう一回お刺身を盛ります。こちらで漬けダレをですね、回しかけます。これ好みで後からかけていただいても大丈夫です。そして最後に千切りにした大葉を中心にこちらで完成になります。はい、こちらで完成です。はい、カツオの漬け丼いかがでしたか。今回は醤油と生姜のさっぱりとしたベースのタレで漬け込みましたけれども、豆板醤とちょっとごま油を入れてですね、韓国風にしても美味しいと思います。その時は真ん中のところに卵黄をちょっと入れてとろっとさせてもすごく美味しいと思いますので、ぜひこういうアレンジも試してみていただけたらと思います。これからも季節に合った料理をたくさん紹介していきますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。